間違いなく今この瞬間もあの人はずっと自分を責めている。ミリアムさんを守れなかったって、取り返しのつかないことをしちゃったって。だったらそんな教官の胸ぐらを掴んででも。違うだろ、そうじゃないよって、何としても分からせてやる。それが皆さんにしかできない役目なんじゃないんですか。有望あなたたちがやらないのなら教え子の自分たちが動くだけです。あの人には恩も借りもある。必ずや見つけて喝を入れてみせます。ヴァンダールとしてではなく、トールズ第二新七組として。教官は私のことを根気よく導いてくれました。自分で考えて自分で決めろって、それが私としてあることだって。だから私は今ここで決めます。みんな守ってみせると言ったミリアムさんの意志を継ぐことを。絶対に教官を取り戻して今までのお礼を伝えることを。お見事、君が来てくれて助かるよ。あんた、その調子でせいぜい彼の暴走を抑えるといい。いずれ始まる総国まで、まあそれほど待たせないだろう。ふざけるんじゃないわよ。誰があんたらの思惑通りに。しっかりしなさいよ。本当にあんたを待っている連中がどれだけいると思ってんのよ。そうでしょ、リーン・シュバルツァー。